どうも岐阜の異端児かきりです。今回はね、アイデンティティ5っていう新作、あれやな、荒野行動の会社が作ったんかな、デッドバイデイライトのパクリゲームなんやけど、パクリっつうか、あのデッドバイデイライトの会社がなんか関わっとるらしいな、開発に。だからパクリではないかもしれんけど、まあ、ルールはこの暗号機、この暗号機をこうやって直すんやって、直すっていうか解読かな、暗号機を解読して、で出口を開くみたいな、まあみんなルール知っとると思うな、言うまでもないかもしれんけど。でまあ一人鬼がおるもんで、その鬼にやられないように逃げつつやるみたいなね、そんな感じやな。このゲームどうなの、流行っとるの、みんなやっとる。ちょっとね、まあ、俺的にデッドバイデイライトの方がかなり面白いと思うんやけど、まあやっぱスマホでできるっていう利点があるからね、こっちには。まあだから俺もちょっとやってみようかなって感じで。で俺が使っとるキャラは自分を治療することができるやつな、だから初心者向きやと思うので、まあ、俺もそんなにやり込んではないんでね、このゲーム。だから使いやすいお医者さんを使ってます。心音がする。この心音がするときは近くにハンターがおるってことやな。心配だった。で、あの暗号機はああいうふうに、これな、あれ、あの光ってるやつが暗号機。で、この光ってるところに行って、どんどん直していくみたいなね。こんな感じで、これ仲間な。これ仲間が直してるから一緒に手伝って、って感じ。暗号解読。オッケー。なんか楽勝じゃない？敵全然出てこんじゃん。さっき一瞬おったけどスルーされたし。さあ、ドクドクしとるよ。ドクドクしとる。おらんな。あ、あった。暗号をどんどん解読していこう。誰かしら仲間おるな。先に誰かしら暗号を解読するっていう。だから俺がやることあんまないっていうね。どうやって出るんやっぱ。あー、落ちた。びっくりした。あ、来た。あー、無視された。え？全然気づいてないぞ、あいつ。ラッキーやな。お、なんかアイテムある。もういい。なんでしょう。何これ、なんか懐中電灯やな。懐中電灯ゲット、あれかな、懐中電灯を使って敵をひるませるんかな。敵の顔にピカーって当てて、うわびっくりしたみたいな。さーて、ないな。ベッドがある。何の意味もなさそうなベッド。あ、ここが出口ね。ここは出口。暗号機を何個やったっけ？ 4 個？ 4 個か5個解読すると、あそこが開くみたいなね。そんな感じやな。真弓が板でハンターを気絶させた。真弓杖。これはもう治っとるやつやろうな。解読する暗号機やな、ここは。あ、あれや。あれや。全然敵に合わんな。なんつう平和な。よいしょ。あ、おるな敵、あそこに。ほら、追いかけられとる。追いかけられとる。おるな、おるな。なんであいつ、なんかフラフラしてるんだろう。よし、これで。これで出口開くんで、あそこやな。あそこから脱出みたいなね。なんか楽勝やったな。ほとんど俺が直しとるじゃん。暗号機。どこら辺だ？あれやな。うん。あそこ開けて終わり。なんか実況的には結構面白みのない動画になるな、これ。あ、でもドキドキ。あ、来とる来とる。やべえ、やべえ、
やめやめ、あーちょっと待って待って、やめろ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 、痛い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 、よし、あー間違えた、もういやダメダメ、違う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 、待て違う、早く逃げんだ、いやもう焦るね、いざ追いかけられると焦るわ、怖い怖い怖い、ああお互い下手くそやな、これお互い下手くそやった、もうあんな真正面から突っ込むなんて、よいしょ、うん、助かった、よいしょ、助かっとるよね、大丈夫、追いかけてきてない、追いかけてきてないっぽいよね、これ直すか、今のうちに怪我直そう、ナースは自分の傷を自分で治せます、よし、え、てか俺以外みんな逃げとるし、しまった、やばくね、一人やろ、一人はやばいよ、うわマジか、一対一ってみんな白状やな、うわひでえなこれは、どこだ出口、どこだ、1対1なんか鬼の方が圧倒的に有利だからね、あっちの方が足早いから、逃げれるかな、さあ、あ、おった、ペッ、開いとるか、開いとる、よっしゃ来た、よーし、あぶね、鬼は鬼おらんな、まあいいや逃げよう、ラッキー、てかここで待ち伏せしてれば絶対勝てたのにな、あいつ絶対ではないか、やった、全員勝ち、全員逃げるっていうね、これ鬼側からしたらたまったもんじゃねえな、はい、2戦目やっていきますよ、これ結構1回の時間短いね、まあ、今回はもうちょっとね、白熱したチェイスを見せたいというか、そんな感じ、さあどこにおるかな、鬼は、じゃあキャラどれが強いんやろうな、なんか庭師も結構強いって話やけど、 あった暗号、てか熱い、ほんと、あ、敵おるな、マジ熱いわ、今年異常気象やな、エアコン入れるとね音がうるさいもんで、だから実況中には入れられないから、それが困るな、ほい、 OK、 完璧な調整、敵の位置が見えるのは何でやろう、あ、しまった、ミスんなよ、敵もなんかこっちに気づいてないみたいな、ミスったのに、ふぅ、よし、どうやらみんな、おっと、みんなの学校ではね、このゲーム流行ってますか、人狼ジャッジメントとどっちが流行っとるかやな、それともいまだに荒野行動が根強い人気かな、やっぱもうちょっともうちょっともうちょっと、オッケー、とりあえず1個で、あと3個か、あと3個ね、うん、ちょっと今日寝すぎたもんね、頭痛えな、8時間も寝てまった、お、あそこにあるな、あそこにもある、よし、 OK、 あ、おるな、あそこに敵、あれどこ行った、あれ暗号機、あ、あったあったあった、スマホの操作って慣れないな、ほんと、てか何気に仲間ピンチや、庭師が捕まっとる、あ、マジシャンもやられとる、
やば。あ、これピンチやな。これ助けに行かんとダメだね。あそこに二人縛り付けられてる。これ直してからでいいか。あそこにまだキラーおるもんな。あ、びっくりした。なくなった。直してくれよ。よし、オッケー。いいよ。これ直したら助けに行こう。え、何？何その。あ、庭死んじゃった。いや、これ死ぬんかな？なんかくる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 ってなってブシャーって上がっていくだけで死にはしない。結構メルヘンだよね、この世界観。デッドバイデイライトと違って。敵多いな、近くに。どこや。さあ、マジシャン助けたい。助けたいけど、ちょっとどうなんだ。機械意識がやられとるな。あ、死んじゃった。マジか。これやばいな。機械技師もピンチやし。よいしょ。あと2個。あと2個解読神経かな。1対1。1対1になったらやばいからな。機械技師には死んでほしくないな。よいしょ。こことあそこのやつを解読して終わりやな。あそこにおるな。あそこにキラーおるで。あ、いけるかな。あっち行くの怖いな。あそこにあるじゃん。っていうか、船ギリギリやった。あそこのを解読して終わりやな。てか、機械技師やられとるし。機械技師やられとる。やば。やば。これでもう俺だけじゃん。もう、解読するのに専念するわ。機械技師助けとれん。お、機械技師助かっとる。なんか知らんけど。お、いいね。頑張れ。はぁ、緊張するな。いけるかな。あ、そうなんだ。よしよし、敵の位置が見えとるのはでかいな。よし。もうちょ、じゃあもうちょっといけるぞ。あ、機械技師が縛り付けられとる。もうこれ直して逃げるしかねえ。あ、やべ、来た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 。やべ、来た。やっぱ特殊能力やな、あの、ワープ。ワープされた。やべ。やっぱ早く早く早く。いや、近くに風船のやつあるで、危ないかなと思ったけど。あっぶね。いや、直してえな、早く。早く怪我直さんと。近いな。近いな。来た。やっべ。早く逃げな。あー、ダメだ。こっち行ったらいかん。あー、ちょっと待って。変なボタン押しちゃった。もうやだ。間違えた。もうダメだ。やられたぜ。いや、やっぱスマホは操作難しいな。あー、だいだい、やられた。負け。くっそー。草原ってなんだ。これやっぱあれだな。やられても死ぬわけではないやな。なんかどっかに飛ばされるだけなんやな。平和な世界やな。まあ、ということでね、第1回アイデンティティ5の実況は、まあ、一生いっぱいということでね、またやっていくと思うんで、よろしくお願いします。では、お疲れ様です。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いします。そして今関連動画も貼ってあるんで、よかったらそっちも見てってください。
じゃあありがとうございました。失礼します。